西唐津駅です。列車が入ってますね。もう出るのかな。入場券買わないとダメでしょうね。ちょうど唐津線のターミナルってこともあって車両も止まってますね。でこっち側が唐津方面でしょう。多分目の浜から福岡市営地下鉄に乗り入れて福岡空港かなからの直通運転も何本かあるはずです。西唐津駅ですね。さすがにこれはちょっと見えないですかね。これだと見えると思います。まあ、風のふるさとって書いてありますけど、これがまあ普通の人は読めないでしょうね。これで旧ラギって読みます。こういう感じですね。すごく古い駅舎がそのまま使われてます。これが何年前なのかわからないですけど、まあ、かなり古いでしょうね。この窓の感じなんか懐かしいって言うべきでしょうね。こっちが佐賀方面で、こっちが唐津方面ですね。ホームは2つあるんですけれども、2つは使ってないだろうと思われます。こっちしか使ってないんじゃないかな。これは何でしょうね。給水塔、それも給炭塔、わかんないですけど、レンガ建てのなんかかっこいいのがあります。見るとこうなってます。唐津線単線で、ここでまあなんだっけ、離合だっけ、列車交換はできますね。2つある。でこっちからもう一本、実は今使われてないんでしょうけど引かれてて、こう来てもそこに線路止まりがあるんですけど、これレールが置いてあるってことは、ひょっとしたら施設整備用の列車はここに入ってきてこのレールを取るんでしょうね。実はこのレール、草だらけの引き込みも2本あります。でちょうど今後ろから夕日が照ってるんですけれども、これが佐賀方面ですね。やがて列車は、1本になって、佐賀まで単線が、佐賀の方に3線が続いてます。ちょっとわかんないんですけどね、唐津線ってこんだけ長く列車交換の線が取ってあるってことは、今は多分1両か2両かそんなもんだと思うんですよね。貨物かな、でも貨物が通ってたのかな、よくわかんないんですけども、ちょっとあれですね。これがそのなんだろう、下見ればわかるのかもしれないですけど、こういうのがあります。そして多分実際に、まあ、使われることがないことはないでしょうね。列車交換をするときにこちら側に乗り降りはあるだろうから、使われないは嘘ですけれども、これが駅名表ですね。この漢字を書いて旧ラギと読みます。今は唐津市になったのか、という駅ですね。なかなか前にもちょっと見えるかな、見えないかな、建物財産表っていうのがあって、これだと平成5年に新たに付けられたものですね。
これは建物というのかどうかわかんないですけど、まあ建物なんでしょう。これが、唐津線の旧楽駅です。さて、このレンガの建物ですけど、中はちょっと怖いんですが、これ水なのかな、が上がっていってたのかな、これどうなってんだろう。多分水を上げて上に水を汲んで上から水を入れてたんですかね、ちょっと分かりませんけど、こんなのがあります。